皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。突然ですが、オンライン飲み会してますか？私はこの在宅勤務のストレスを晴らすためにもしょっちゅうしてるんですけど、本当に楽しくってハマってます。リアルの飲み会よりも遠くにいる友達ともオンラインで集まれば話せるっていうところだったりとか、あと時間を気にしなくていいですね、終電とかもないので。あとお酒を飲む人も飲まない人もお互い気にせず楽しめるっていうのもいいポイントかなと思っています。そんなオンライン飲み会ですが、皆さんどんなツールを使ってやろうかなって思ってますか？まあ今だったら Zoom とか LINE とかいろいろやり方はあると思うんですけど、オンライン飲み会をするときに大事なポイントって、とにかく簡単にできてより楽しいことだと思うんですよね。私はこの楽しくて簡単っていう組み合わせが実現できる最強のツールの組み合わせを見つけたので、今回はそれをシェアしていきたいなと思います。まず1つ目、オンライン会議をするツールですが、これはタクノムというサービスがおすすめです。これ何がおすすめかっていうと、他のツールとかだとアカウントをまず作らなきゃいけなかったりすると思うんですよ。そうするとちょっと敷居が上がってしまって、参加者のみんなにそのやり方を教えなきゃいけなかったりっていうのが大変だと思うんですけど、これはもう URL をクリックすればスマホからもパソコンからも使えます。もう一つがスナップカメラっていうツールです。これはスマホアプリで言うと、あの前に流行ったスノーみたいな感じで、自分がなんかいろんなものとかに変身できたりとか、あとは背景とかも選んだりすることができます。でこのスナップカメラを立ち上げながらタクノムを使うことができて、これが本当にオンライン飲み会がさらに楽しくなるなと思ったので、この2つをご紹介していきます。まず何でもいいのでブラウザを立ち上げていただいて、タクノムというひらがなで検索をします。そうすると検索した一番上にオンライン飲み会サービスタクノムっていうのが出てくるので、これをクリックしてください。はい、これがタクノムのサービスの画面で、今通常7人以上は有料なんですけど、これが12人まで無料になってます。で、この真ん中のオレンジの飲み会ルームを作成するっていうのを押してください。はい、そうすると時間の設定っていうのが出てくるので、まあ、時間を区切って使いたいときはここに時間を入れていただければいいですし、なんと終了時間を設定せずに飲み会を作成することもできます。こんな便利なツールが無制限で使えるんですよ。すごいですよね。これで飲み会ルームを作成を押していただくと URL が発行されるので、これをコピーするだけで完了です。で、URL を参加される皆さんに渡せば、これにスマートフォンでもパソコンでも接続してもらったら飲み会がスタートできます。はい、では次はスナップカメラをパソコンにダウンロードしていきます。残念ながらこちらはモバイル版では使えないサービスになります。こちらも同じようにブラウザでスナップカメラっていう風に検索をしていただきます。そうするとスナップカメラっていう公式ページが一番上に出てくるので、それをクリックしてください。そうするとこんな感じでページが開くので、これから真ん中か右上のダウンロードっていうのを押してください。でシステム条件とかっていうのが出てくるんですけど、そのまま下にスクロールをしていって、ここにですねプライバシーポリシー、まあ、利用規約みたいなものに同意しますかっていうのが出てくるので、ここでチェックを入れて、で私はロボットではありませんのチェックを入れたらダウンロードですね、この Mac かパソコン、他のパソコンかっていうのが選べるので、これでインストールをしていくだけです。で手順に従ってインストールを進めていくと、はい、インストールが完了するとスナップカメラが開くので、このまま Next っていうのを押していきます。で最後 Finish を押していただいたらアプリが開きます。実際の画面がこんな感じで、いろいろエフェクトっていうのが選べるようになってます。例えばこんなのを押すと、はい、キュウリになったりとか、これとかは桜ですね、頭に桜が刺さってる、こうやって動いても全然綺麗に見えますね。とかなんかこういうお化粧をしてるように見えるやつとか、あ、これ違う女の人になるやつだ、とかこういう赤ちゃんみたいになるやつとかいろいろあります。
はい、ここからいろんなエフェクトが本当にたくさん用意されているので、ここから好きなものを選んで使っていただくような感じになります。はい、でエフェクトの探し方は一応ここにですね、検索をすることもできるので、ここでキーワードを検索してもらうといろいろ出てきます。例えば背景を会社っぽくしたかったりしたら、オフィスって検索してもらうと、このですね、ザ・オフィスとかかな、ザ・オフィスっていうのがあって、こんな感じで背景をですね、会社っぽくしたりっていうのもできるようになってます。で、さらにこれまた使いたい時のために、この星のマークを押しておくと、お気に入りに追加をしておくことができます。で、お気に入りを見たい時はここをですね、ここを押してもらうと、いろいろ自分がお気に入りに追加したものが出てきます。他にもこのバーチャルオフィスとかっていうのも結構この会社っぽい背景になってておすすめだったりします。はい、たったこれだけでタクノムの設定とスナップカメラのインストールが終わりました。で、このスナップカメラは実はこれタクノムだけじゃなくて、例えば Google Meet とか、Microsoft の Teams とか、いろいろ Zoom とかでも使えるようになってるので、他のツールと組み合わせて使うこともできます。注意点としては、これで飲み会をして、スナップカメラ立ち上げたままにして、他のツールを立ち上げちゃうとエフェクトがかかったまま会議に参加しちゃったりするので、カメラだけは必ず切り替えるように注意してください。当日は実際にですね、まずスナップカメラを立ち上げて、好きな自分のエフェクトを選んでおいて、その後タクノムの URL に入れば、これだけでオンライン飲み会が楽しくスタートできます。ちょっと今日はこれから会社のメンバーたちと飲み会の予定があるので、その様子も最後少しご紹介していければなと思います。今日の飲み物はこんな感じです。乾杯。乾杯。あ、顔が。みんな忙しいみたいで。ここから少しタクノムの画面をご紹介していくと、下にスクロールしていただくといくつかボタンがあって、画面を停止すれば自分の画面を消せるし、マイクをオフにしたりとか、共有、画面の共有をしたりとか、こんな感じですね、とか、あとチャットの機能とかもあります。ここでテキストで文章を送ったりとか、あとリアクションもできるので、そうすると自分の画面にこんな感じでリアクションが表示されたりします。あとはスナップカメラの方でエフェクトを変えれば、はい、実際のタクノムの画面でも変わるようになってます。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひゴールデンウィークはこのツールを使ってオンライン飲み会楽しんでいただけたら嬉しいです。もし面白かったなと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。